熊城明彦でございます。岡山市長候補予定者でございます。最初に政治信条の方を先に話させていただきます。私の政治信条は、政治は弱者のためにあるというものであります。私の政治の師匠でありました、橋本龍太郎先生に学びました。当然政治は全ての人のためにあるんですけれども、強い人は自ら道を切り開くことができます。ですから特に政治が意を注がなければならないのは弱者であるということであります。その精神上に基づいて今日までやってまいりました。自己紹介に入りますと、1940年のに岡山市炎上の農家の次男に生まれました。発端農家でありました。農作業をしながら稲刈り、麦刈り、そして草刈りとかですね、中山小、中山中学校に行きましたので、農繁期休みがいっぱいある小学校、中学校でありました。で、岡山創山高校に次に行きました。卒業して、直ちに、東京大学に入学して、法学部政治学科を卒業しました。そして厚生省に直ちに入りました。厚生省に29年働いておりましたが、そのうち、3年はニューヨークの国連で働いておりました。その前、2年間はアメリカのウィスコンシン大学のですね、大学院に政治学コースに入学しました。政治学修士を取得しました。それから、山形県の児童課長も2年経験しまして、さらに地域改善対策室長、総務長に出向してドア対策の総元締めをやっていたのがあります。大村常一先生の後継者として厚生省退職後、衆議院選挙に出ました。自民党公認の衆議院議員でございますに4期12年当選いたしました。2005年の小泉改革の前は、小泉内閣の内閣副大臣、そして小泉さんの内閣総理大臣補佐官でありました。郵政民営化にはですね、私は民営化論者ですから、三事業一体でなければダメだと、4つにバラバラにしたらアメリカの利益になるかもしれないけど日本の利益にならない、国益に反するということで反対しました。その時に、岡山市長選に出ましたが敗れました。で、今度2年間岡山市議として岡山市政をしっかりと学ばせていただきましたので、本当に今度は前回と全く違います。何をやらなければいけないかという意識をはっきり持って、岡山市を美しい大都会に躍進させたいという思いで立候補させていただきました。